のね、マスター。ちょっとそわそわしてない？お待たせしちゃったかしら。はい、チョコレート。乙女として当然のたしなみよ。普通に作った普通のチョコだってば。まあまあ綺麗にラッピングもできたでしょ。バカね、そんなに大げさに嬉しがるほどのものじゃ。ちょっと待って、あれおかしいな。なんでこんな緊張しちゃうんだろう。いつものマスターなのに。とにかく感謝だけは込めたつもりだから。いつも可愛がってくれてありがとね。